隣の芝はワルソバ翔平です。隣のワルソバは芝ひろゆきです。美味しいコロッケ1個目いらっしゃいませ。143.4。え、翔平くんまだ130でいけないの。ブワー、お前も140いってないの。ブワー、大丸今日交通安全教室だったんだけど、ナレーションがリュウクの声だった。おはようございます、原付免許講習の方が。あ、ちなみに私、体が大きすぎて、あ、今撮ってる動画誰だ。乗れません。乗った瞬間クこれで道路の白線引けます。削ってるだけだと。今日会社でね、オレンジジュース飲んだのさ。はい、オレンジってさ、排便作用があるの知ってるかい。あ、まあ、そうなの。うん、そうなんだよ。会社で、なかなかの腕が出た後、ね、なかなか自分の便を腕と形容するな。こんぐらいの、まあ、それで家でもさ、トイレやったんだよ。ええ、そしたら今度は拳ぐらいが出てきたのさ。今指が出てきた。つまりやべってことだよ。ノックしてるよ。え、トイレ行けば止めたくねえよ、配信を。ラウラさんが見れないだろう。そっち。その動きやめろ。今フォルトだったの、あれ山にしてきた。分かった。授業で教材用の動画を先生が出すとき、おすすめにロージャスの動画出てきて笑った。先生先生先生、一緒に痩せましょう。一目で分かるもんな。分かるよ。お前だってでけえデブの運動って言ったのもお前しかいない。先生もね、最近悩んでんだよ。そう、いや、その人の最近マネスボ美味しくないんだよなって。どっかのまとめでも書いてあったのか。マネスボ美味しく食べる方法1、マジョブラの動画を見る。一番目かよ。両方とも握力24です。大丈夫だよみんな。俺が大学2年生の時ね、保健員の人をね、手伝う機会があったのよ。握力測らせてっていうのでデータを取りたいっつうんで、握力上げてきませんっつって 女性のグループに頼みました。まあ一人はすごかったよ、40ちょっとあって。え、マジっすかと思って。その中にいるある一人の子、握力右 0.2 左 0。 ゼロ。あら、可愛らしいねっつって。みんなさ、20とかさ、多いやつは40とか出る女性でね。なのにさ、ゼロ。腕死んでんじゃねえかと思って、マジで測ってもらいました。そしたら、右3キロ。左2キロ。あれだな、女の子弱いっていうか、うん、握力器に意思があったな。スタートじゃねえわ。一日の勇気さ、こんぐらいじゃねえ。雑巾の最後の絞りかすぐらいじゃん。中山きんに君ポーズで止まってるね。そうなの。ちょっと違くない。アコスさん、でもなんかやってんなお前。目の端で映るんだよな。前後ろ前後ろ、低気圧が発生しています。降ってくるのマジそばや。What？ マジそばだけ吸ってくの。そうだよ、周りから。マジそば前線。いいね、それ好きだわ。そういうイベントありそう。なんかどっかのさ、大きい広場でさ、本日マルゾー先生開催です。どの配信系でも羊たちの沈黙見れなくて辛い。借りるしかないのか。もうなんだっけその映画、羊たちの沈黙。羊が1匹、羊が2匹、釘バット持った羊が1匹、釘バット持った羊が2匹、マイキーが1人。生き物になっちゃった。10万じゃ始まっちゃう。あ、違う、マジでイベンジャーズだ。めちゃくちゃ。うわ、めっちゃ思い出したいな。なんだろう、ハンニバルの続編的な映画も見た気がするんだけど、違うかな、それが続編だったのか。え、どっちなんだ、あれ。ジェイソン X だろ、分かったって。なんかそのジェイソン X、分かった、ジェイソン X な。クソ BK 映画やめろ。一応あれ、ちゃんとしたシリーズ系統のものだぞ、あれ、最後は、最後まで。ジェイソンのおもろいのは3までだ。宇宙を舞台に、ジェイソンが暴れ回るって。そうそうそう。宇宙って何やねん。ハンニバルネットフリになるんだ。だからネットフリは契約しないから、やだ。高い。そこそこ月稼いでんのにさ、1000円が高いっていうの、マジで庶民的だよね。俺いつまでたっても庶民だからな、絶対その自信はある。この前寿司食べってさ、5000円もすんの、バカじゃねえの。あれは高いと思った、あれまだ高いと思って。好きなネギとも、ギターでいいやと思った。
うわーちょっと分かった、俺はマグロたたき丼ね。ロイヤさん、寿司屋だったら寿司ロー、くら寿司、浜主どれがいいですか？ウオベウオベしか勝たんだろ、おいおい、ふざけんなよおめえら。新幹線かわいいだろうが、保育園生しか持ってない。あのバイブオン待ちのさ、キャラクター選ぶとか楽しいだろうが。保育園生しか持ってない。あとあれだよ、あのうめえだろうが。ネタがない、ネタがない、寿司だけに。だからウオベだ。え、マジで。はい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 、以上です。ネタないでしょ、確かにね。本当だよ。いや、ネタないって面白いね。評論家みたいな話し方すんな。ネタないか、素晴らしいな。お笑い評論家。星いくつですか？星一つ。最低点。この後学校のことあるんで抜きます。また来ます。バイバイ。いや、めっちゃお腹痛い。バイバイ。やばい、やばい、待って、おおお、漏れそう、マジで。おお、トイレ行ったら、ああ、待って、マジで待って、あと50秒なんだよ。50秒頑張る俺のケツ。ひねる運動いっぱいやってるからさ、やべえ。この場所がクッキーが臭いぞ。これはアセチレンガス。アセチレンガス。一体何を発しているんだ、貴様のケツから。書くか。また銀玉か。腹に溜めた何かをエネルギーに変化し、あ、トイレタイムですね、これは。トイレ行けや、あんなベラが流れた涙、あんなってる。はい、行け、行け、トイレ行け。どうだった、ジョエくん。消化不良。切り身見てて割と騒がしい配信だと思ってたんですけど、いや今主役がギリピなんで、あのテンション上がっていません。ケツからマスティフ出てんだよ。無理だわ。マスティフ本体がワンマが出てる、ワンマが。ヨーブラザーって。どうしろ前回。最悪、最悪すぎる、マジで。待って待って、もう忘れた、出そう、また。マジで CS 出ちゃう。ガソージのせいだね。ガソージのウルトケツにもらったか。変数を追加する。そんなんだよね。変数を追加するぜ。あー、お腹痛い。うるせえ、黙ってる、いろきね。あー、お腹痛い。なんで俺怒られた。あ、5、4、3、2、1。入ってらっしゃい。144.0。ドームシールド戻ったから、ドームシールド戻ったからさ。今生成してるから。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ。